どうも皆さんこんばんは。動画作るの動画相談室のチャンネルが今週もまたやってきました。どうもこんにちは。メインコメンテーターを務める、店長の滝本です。どうも皆さんよろしくお願いします。ということで今日は私が、そうですね、あの3日3晩ぐらい喋れるぐらい好きな機材のお話をさようと思います。このチャンネルはですね、あの動画の初心者の方をね、我が動画作るはですね、あのプロの方がお嬢なんですけども、動画の初心者の方、動画未経験者の方、動画の、ね、情報ってよく分かんないな、難しいな、難しそうだなっていうところにもフォーカスされてね、あの皆様に非常に有益な情報をお伝えしている、そういう番組です。はい、よろしく。今日はこれです。はい、すごいでしょ。はい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 、はいはい、まずこれですね。はい、このチャンネルにはあのルール、まあ、演出というんですか、これは進行がございますですね。最初に1分間で答えるというこのコーナー、これ結構毎週やってるんです。いやこれはね、私はね、皆さん思うでしょ、あのリハーサルしてるんでしょとか、全くしてないです。いや褒められたもんじゃないと、ダメなんですけども、だからこそ出るものがあるよねっていう、そういうところを見ていただければ、はい、っていうことなので、今日はどんな内容なのか1分以内に答えてください。最近はそうですね、最近は撮影のお仕事、私はあの現役のカメラマンでもあるんですけどね、はい、写真も動画もやる、まあ、最近動画の方がほとんどですけど、で、ね、今日はどんな内容なのかを1分以内に、はい、答えます。はい、というわけでこの後ろの画面、その画面ね、このここに1分間のカウントダウンが出てきます。正確に測られるわけですね、時間というものをね。その1分以内に今日の内容を要約してまとめて話してください。私はね、はい、時間というものに縛られるのを早く超越したいんですよ。さらに高次元に、あの早くしてとか、もう遅いとか、はい、ゆっくりしてとか、はい、もういいじゃないかと。うん、高次元に行けば行くほど、そういう時間という概念やったり、場所という概念、と距離ですね、はい、全てを超越した世界というのがあるらしい。それ YouTube で言ってた。ああ、すごいなって思ってるんです。じゃあ、はい、1分以内にそこを目指してください、ね。ただこの世界で1分と、ね、時間があるので、その時間内に答えさせて、はい。はい。だから本当に1分以内に、もうこの1分を見るだけで今日の内容が全て分かるぐらいにまとめてくれた方が僕はいいかなと思いました。まあ、ちょっと鼻水ましたけど、リハーサルしてないんでね、ここは私の力量が試される。そうそうそう。で、あと残り1分終わった後1時間あるじゃないですか。その1時間を見なくてもいいようにこの1分でまとめてもらったら、あの時間は有限ですから、ね、そうそうそう、なるほど、わかりました。時間がない人がいるんで、そう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 、この1分を見て面白いなと思ったら残り1時間を見てもらったらいいかなって僕は。すごいですね、もうプレッシャーをどんどんかけていくとね。はい、わかりました。いきますよ、はい、じゃあこの画面が切り替わったね、この後ろの画面が切り替わったらカウントしますからね、はい、いきます。それではいきます。1分間に今日の内容を教えてください。スタート。今日は久々に機材のお話です。皆さん大好き、まあ、カメラですね。カメラというものがないと、そうですね、撮影は始まりません、基本的には。はい、基本的にはというか当たり前ですね。カメラというものがないと始まりません。ということで、今日はニコンの Z9 ということで、Z9 を私が仕事の現場で、計2回ほどですね、あの使わせていただいたので、ちなみに明日3回目なんですよ。明日3回目、こいつを使って、ガチガチ本番の仕事をやるわけなんですけども。ちょっとこれですね、まあ、過去2回ね、いろいろ仕事させていただいて、実際使ってみてどうだったのかとか、そうですね、そういう魅力的にこの Z9 をどういうふうに動画に活用していくのかというところをですね、皆さんにお伝えできればなと思います。もちろん基本性能とかね、ウェブに書いてあるとかもちろんそうなんですけど、実際に触ってみた感じとか、他のね、機種との組み合わせ、機材との組み合わせであったりとか、非常にこの、まあ、参考になるかなと思ってご用意しておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。75点ですね。まあまあこんなもんでしょうか。まあまあ、まあ、飲むんじゃないですか。でも今日の内容が1分では分からなかったですね。でも、まあ、Z9 で、そうですね、まあ、お仕事ではミュージックビデオを、ね、ちょっと最近撮らせていただくことが多いんですけども、撮ってみた感想とかいろいろ聞きたいなと思ってます。いやー、面白かったというか、あのテンション上がりますよ。いい機材で撮るとね、テンション上がりますわ。僕形から入る人なんで、もともとこの業界形から入ったんで、うん、だからそういう人もいると思うんですよ、うん、だからより勇気だね。一番強い剣持ってたらロールプレイングゲーム面白いでしょ。あ、いやいや、そんなんいきなり強かったら面白くないっていう人もいるかもしれませんが、いや、強い武器をですね、持ってると、武器じゃない、道具ですね、
撮影する道具を持ってるとすごい強くて人間、ね、じゃあその前にちょっと軽くね自己紹介としていただければなと思います。はい、では自己紹介をさせていただこうと思います。はい、私は、動画作るの店長の竹本という人です。はい、以上人間です。はい、そうですね、1981年にこの世に、お母さんから生まれました。はい、そしてですねいよいよ右翼曲折で、ね、テレビ報道の仕事とかもしてで海外に飛び出してわーっとちょっと危ないこと言ったりとかとかいうのして、まあ、最近は日本でね落ち着いて暮らしているんですけども、写真も動画もどちらもやってきた人です。はい、動画スクールでは店長として、動画スクールの講師だったりとか機材の販売だったりとかっていうことをですね中心に、そしてもちろん撮影の方も中心にさせていただいているというところでございます。メインポジションは一番得意なポジションはカメラマンです。はい、ありがとうございます。カメラマンさんです、ね、カメラマンです。カメラマンです。カメラ男。何カメラマンでしたの昔は。昔はちょっと、まあ、ドキュメンタリーフォトグラフ。ドキュメンタリーフォトグラフ。はい、ドキュメンタリーが一番得意です、ね、なるほど、ありがとうございます。はい、で、まあ、そんな話の中でできた、はい、その動画スクールっていうのは何なのか。動画スクールですね。何なんだというところですね。動画スクールとは何なのかとご説明させていただきましょう。はい、何だかな。動画のことだね、何でもお任せと。動画に関わる方はみんなの駆け込み寺ということでですね、動画の作り方であるとか、まあ、いろんなことをどうやって作れるようになるのかということを学んでいただくことができます。学べるですね。そして動画の機材を買っていただくことができる、買える。そしてですね、まあ、我々お店の人とはもちろんなんですけども、クリエイターの方とねつながっていただくことができると。で、皆さん一緒にお客さんとも協力して仕事をさせていただいたりとかっていうことをやっているところでございます。つながれると。一人でね、動画どうやって作ったらいいんだって悩んでる方結構多いと思うんですけども、分かんないことがあったらどんどん聞いてきてくださいね。そういうところです。ここは動画難しいな、聞こうかなみたいな感じですね。はい、聞けるところがあるんだろう。買えるしね。買えるしね。学べるしね。いっぱい買ってほしいですね。うん、いっぱい買ってほしい。その正直に多分いっぱい買ってほしい。ありがとうございます。はい、で毎週金曜日この時間19時から20時も YouTube ライブやってますので、ぜひ皆さん見ていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。コメントでコメントいただけたら嬉しいですね。そうですね、コメントいただけたら大変励みになるので、ぜひよろしくお願いします。はい、全然関係のないことでもございません。あ、関係ないことでも OK です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで質問もお待ちしてます。質問コーナーもございますので、ぜひ申し上げてます。お願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、というわけでやっときました。はい、あ、お、なりましたね、何かが。いや、ごめんなさい、ですか、切り替えってことです。切り替えですね。はい、本日のテーマでございますね。今日も攻撃的な、テロップがね、テロップ文字が、ね、なるんですね。お、じゃあちょっと言わせていただきますね。私今日リハーサルしてないんでね、これね、今日初めて。はい、ニコンを愛する男だからこそが語れる動画撮影が素晴らしすぎるマシーン、ニコン Z9 ミュージックビデオでの活用事例ということで MV 撮影した時のお話というところで、はい、これを1分間に伝えたら100点満点だったんです。そう私はニコンを愛しているっていう、ね、ニコンさんの回しもでも何でもしてまでなくて、まだそう今までの経歴でニコンを結構使ってきたら、まあまあところも踏まえて、ドキュメンタリーカメラマンの時も使ってましたもんね。それは写真だったんですよね、うん、正直ね、写真で動画の仕事やったら正直他社さんのやつとかいっぱい使わせてもらって、で今じゃあニコンで動画性能はどうなのかって言ったら、これがもうひっくり返るぐらいすさまじいというところで嬉しいなと言っております。はい、視聴者の皆さんにお伺いします。ニコン Z9 の感想を聞きたい人いますか？これはもうおーおーみたいな、いらっしゃるたら嬉しいですね。写真家の方でね、動画やってみようかなと思っている方もいらっしゃると思うんで、質問です。今まで滝野店長のもとにですね、はい、うん、ニコンの Z9 ってどうですかみたいな感想を聞かれたことってありますか？写真家の方が多いですね。あ、どんな感じで聞かれたんですか？あれってすごいらしいですね、どうすごいんですかねみたいな。あ、言うっすよみたいな話はやっぱ。どう答えたんですかそれ？まあ、いろいろ、まあ、今から話はいろいろバーッと答えるわけなんですけど、やっぱそうなんですねみたいな、要するに動画でも使えるんですよっていう。あ、なるほどなるほど、そういうこと。いや、もちろんいろんな方いるんで、いやソニー使ってるんだけどとか、ただこの Z9 は非常に超ウルトラ人気らしいので、まあ、ちょっと受注が、まあ、発注が追いつかないというぐらい人気、納期がちょっとお長いというところではあるんですけども、それほどかなり注目をされて。なるほど。
動画でニコン全然つながらないなっていうのは今までそうやったと思うんですけども、ちょっとすごいよこれは本当にねっていう話。じゃあそれは滝野店長に言わせてみれば、うん、あの動画を作ってる人はニコン持ってほしいなっていう気持ちが大きいってことですか。うん、だから選択肢の一つとして全然ありだと。もちろんあのいろいろあると思う、まあまあ、スタイル事情とか、ね、いや今もう買ってるとか、うん、ただこれから始める人とか、はいはい、っていう意味ではかなりあの選択肢の一つとして全然入ってくる。なるほど。いやむしろこれ、ね、やばくねっていうぐらい。へえ、すごい、はい、ですね。じゃあ今日の内容、はい、一通り。そうですね、今日の内容、これは上は間違ってるんですかね。これは違うんですかね。あ、間違えた。これは間違えた。このテロップは、上のテロップは間違えたんです。これなしで。はい、次いきます。これですね。今日のお品書き。動画相談室に質問が来ています。ということで、ご質問にお答えするコーナーがこの後あります。そして次。Z9 をよく見せてください。はい、見せます。はい。そして次。撮影での様子を聞かせてください。はい、見せます。はい。次。で、何でも OK 質問コーナー。そして動画作るからのお知らせというこのラインナップで、今夜もお送りさせていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、お、動画相談室にたくさん質問来ていますと。動画クリエイターさんからの質問ということで、初めてだけども動画をやりたいというところで、はい、たくさんのご質問が、来ているんですけども、そういう質問をいろいろとこちらでまとめさせていただいてという感じでやらせていただいて、これはそうですね、これはいろんな人のご意見を見聞きして、機材にはあまり強くない田島がもしかしたらこんな悩みを感じている人がいるんじゃないかと思ったことをまとめてみましたと。で、実際にもちろん来ている質問もあればこういうことなんだろうというところでですね、あのまとめさせていただいたと。かなり多くの人が動画の作り方とか、まあ、機材の選び方も含めてですね、悩んでおられるというところがございますので、こういうふうに悩まないように、悩んでる時間もったいないですよ、非常にね。悩んでても時間は過ぎるんですよ、この世界では。なので時間を待ってくれないというところですね、はい、頑張ってあのポイントポイントを押さえていけば動画作れるようになります。では一つ目の、こんな悩みを抱えているだろうなと思うことを来るぞ。はい、いきます。来てください。ちょっと読ませていただきますね。これ、私も証言ですよ。こんな悩みを抱えているだろうなと思うことということでいきます。 Apple ProRes で長時間撮影ができるカメラを探しています。ああ、はいはい。撮影内容はミュージックビデオの撮影で動きの激しいものを予定しています。なるべく小回りが聞きやすくしたいので、マイクやバッテリーなどもつけなくてもいいかなと考えていました。ただしレンズのバリエーションを持たせたいと思っています。店長ならではのおすすめってあったりしますか。はい、ありますか、これまあこの質問はちょっとストレート。これって何、これってこのご質問自体がストレート、まあね、なんですけども、そうなんです、はい、まさに今日の話なんですけどね、まあ、ミュージックビデオなので、あのやっぱり現地でスピーカーから音を流すわけですよ、うん、それに出来上がってる曲のね、曲のスピーカーを流して、でそれをまあ聞きながら、まあ、バンドの方がこう歌ったりとかこうやったりとかするわけなんですけども、その音っていうのは実際使わないわけです。まあまあね、撮ってる時使わないですね。実際は CD というか音源のリリースしてる音源、リリースする音源のものを使うので、まあ、音に関してはそんな、まあ、撮れてりゃいいよ、うん、編集上で分かればいい、厳密ではないので、まあ、マイクを別につけなくてもいけたりはします。たまにあのドラマ仕立てで現場動画もちょっと使いたいんですよっていう時はちょっと音のことを考える必要があるんですけども、基本的にあまり音が小さくてもいいよというところで小回りが聞きやすくなるので、このカメラはこういうまあ写真もバキバキに撮れて動画もできるっていうカメラではプロレスを内部収録できます。プロレス HQ で撮れますね。このまあちょっと高いんですけど、このこれですね、こちら CF エクスプレスのプログレードっていうやつなんですけど、これ325GB ですね。で 1700Mbps、 1700書き込みが、で1500が、あれがライティングが1700で、そうですね、読み込みが1500というところで5万円ぐらいするんですよ。これたちょっと高いカードが必要なんですけども、それだけええもんが撮れるとっていうのはね、プロレスでライブ収録でここで中に入ってるって、別にモニターにつけなくても、まあ、ちゃんとこう使える映像が撮れてると。なのですごいですよ。で、はい、店長ならではのおすすめって何ですか。レンズのバリエーションはニコンさんですから、うん、レンズはいっぱいリリースされてるんです。
ということで、まあ、ニコンのレンズでいっぱいあります。これ今までもしニコンの写真とかをガンガンやってきた人だったら、ニコンは昔 F マウントだった、うん、今もあります。私も持ってます F マウント。しかしながら、まあ、Z6 であったりとか Z7 という、ね、Z シリーズのカメラで、うん、それから Z マウントという、ね、今までの F マウントという歴史は、まあ、あったんだけども、それはありがたかった、ありがたかったけども、これからは Z の時代になってくる。 Z マウントのレンズも恐ろしくいいものがリリースされてきてるんですよ。しかもまあ、ちょっとマニアックな話をしますけども、フォーカスをこうぼかしたところから合わせに行くとか、まあ、合ってるところからわざとぼかすとか、結構そのピン送りとかやったりするんですよ。動画そのピン送りをしたとのそのフォーカスブリージングといって、フォーカスを調整いじっても画角が変化しないとか、その動画ならではの、動画のカメラマンだったら嬉しいという機能がこのレンズは、うん、全部が全部じゃないですけど、それをフォーカスブリージングがしないっていうね、レンズも Z マウントで出ておりますんで、これだけで基本できますよ、ね、もちろんね、明日も撮影本番あるんですけども、もちろんこういうふうにね、皆さん大好きな人もいるでしょう、ジンバルですわ。ジンバルに乗せてモニターでも見る。ちなみにこのアトモスで僕はバックアップを取ります。で、ここの内蔵のバッテリーでも動くんですよ。もちろん当たり前ですけどね。これはかなり持ちますよ。持つんですが、V マウントから USB-C で給電もできる。長時間もガンガンいきます。ここまでやるんですかっていう。僕、京都出身なんですけどね。子供の頃ね。こう自慢じゃないですよ。自慢じゃないけど、これすごいし、すごいよ、みたいなこと。お前嬉しかみたいなこと言われる。京都の男性のこの年代だったら分かる人いるかもしれないです。嬉しいって何なんやろな、みたいな。自慢すんなっていう意味だと思うんですけど、じゃ自慢じゃないんですけどね、これすごいよっていうことをお伝えして、はい、嬉しい。そうなんですけども、一言で結論を、名前も込めて、商品の名前も言っていただきたい方が、はい、分かりました、分かりにくかったので。そうですね、ニコンの Z9 がおすすめですよ、はい、ありがとうございます。そして Z レンズがおすすめですよ、はい、ありがとうございます。 Z9 と Z レンズがあったらこんなことにはならないよ、ありがとうございます。ちょっとマニアックな話いきなりしちゃったらね、まずは Z9 と Z レンズで内部収録、しかも写真も撮れますから、はい、次いきます。いきます。 NEXT、 こんな悩みを抱えているだろうなと思うこと、ちょっと長いですけど、していますよ、はい、私はこれまで現場一つ、撮影のためだけに生きてきたカメラマンですと。カメラマンのことをキャメラマンと呼ぶということは相当な、これは手慣れですよ、はい、仕事は体が資本、手ぶれを抑えるために筋肉とバランス感覚を鍛え、見せるべきものをきちんと見せれるように、フォーカスですね、マニュアルフォーカスですね、フォーカス命でやってまいりました。しかし昨今のカメラは手ぶれは抑えるわ、自動でフォーカスを、まあ、するわ合わせるわ、全て機械任せ、映像に魂を込めるキャメラマンの技術を、これおろそかなんていうか、ないがしろですね、ないがしろ、ごめんなさい、ないがしろにされているように感じますと。聞けば竹野店長もフォーカス命、マニュアルフォーカスですね、自分でフォーカスを合わせるんです、フォーカス命という話をお聞きしました。この際ぜひ竹野店長から一言言っていただけませんでしょうか。カメラマンの魂の叫びを聞かせてください。かっこカメラマンはマニュアルフォーカスなんだということを、この人は私に言ってほしいということです、ね、はい、いつも言ってるんでね、竹野さん、ああ、マニュアルフォーカスだとオートフォーカスがめちゃくちゃ使えます。これからはオートフォーカスの時代です。竹野さんってならずに、ね、まあ、落ち着いて使えるものは使えばいいんです。今までは使い物にならんかったのが多かった。あー、オートフォーカスでペイントしたらウィンウィンウィンとかね、何やこれ、ブブ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 精度上がってますし、ニコンも僕やりましたけど、で Z6 とか、まあ、Z6II とかね、そういうのカメラを私使わせていただいたんですけど、まあ、Z6II もいいカメラですよ、いいカメラなんですけども、これはね、ちゃう、もうね、合う、合わへんかったものが合うし、人間とか物とか動物とか、まあ、いろんなものに どこに合わせますかとか、このどの辺にやりますかとか、だからね、基本的にもうピッてやったらずずっと追いかけてくれた人なんですよ、こうやってピピピピピピピ、目を目をな、でカーソルとかも出るんですけど、ピピ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 、だからこうジンバルとかでね、こうやったりとかしても全部合ってるんです。
でこうね、例えばこうちょっと今回の、ミュージックビデオ、前回、ね、撮ったミュージックビデオではこうステージ上で歌っていらっしゃるそのバンドメンバーの方々をこういう動きするんです。ズームするんじゃなくて、いけいけみたいな、いや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 、こういうことじゃ他がずれるじゃないですか。ズームって、わあってこう、うわうわって今までこんなんね。だから難しいからちょっとちゃう方向でやりましょうかとかやったんですけど、合うかな、うしょ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 で、素材見てたら全部で、あとはもう全部綺麗に撮れてるからどこ使おうかなって編集でも余裕でさ、僕ももうこうなんさ、うん、僕の撮ってるじゃん、めっちゃ綺麗これ、ほんとやねんもんねみたいな、そういう感じになれるわけなんかフォーカスが合ってんと思われたらどうしようとか、キャメラマンの人だと分かると思うんですよ。え、ミスってませんみたいな、なんでここ使いたかったのミスってんすかみたいな、そういう雰囲気とか、そこまで言葉で言われなかったとしても結構そういう雰囲気になったりする。あ、ごめんなさい、大丈夫、ピッて合うからだからね、もちろんマニュアルフォーカスをできた方がいいです。もしかしたらなんか合わへん、いやこれはマニュアルフォーカスの方が味が出るからっていう時は必ずあります。なのでその技術があるに越したことはないんですが、やはり技術というのは進歩するものですので、使えるものなので使っていきましょう。一言でまとめてもらってもいいですか。オートフォーカス万歳ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんマニュアルフォーカスも大事なんです。まあまあそうですね。誤解がないように。そうですね。誤解がないように。はい。はい。はい。セットラインをもっとよく見せてください。ね。トリマ見せて。今時の言葉ですね。トリマ見せて。カメラ業界でどういうポジションなのか、Z9 の特徴ということで、ニコンの Z9 のメリットを語りますというところですね。それではどんな機材を使っているか見ていきましょう。これ写真はこれは出ないですけども、なんかいろいろ、僕はカメラを追いかけるんで、ありがとうございます。説明してもらってもいいですか。こんな感じで。あ、切り替えてなかった、ごめんなさい。こっちですね。このバッテリーグリップというか、なんか一体型になったものですね。こういう感じでございます。今レンズがついてますけども、はい、今カメラマンが行きました。こんな感じですね。ちょっとこうマッシブなマッチョなボディというか、ここが大きい、このバッテリーグリップが、ここが取り外しできたりとかするやつがあるんですけど、これは一体型になってます。まさにこれはニコンとキャノンとかもそうなんですけど、フラグシップの証みたいな、ね、ちょっと大きいかなっていう人もいると思いますが、まあ、男性やったら特にこうグッとこうグリップが、まあ、手僕もちょっと手でかめかもしれないですけど、ギュッとこう安定するというかね、すごいこう持ちやすいです。エルゴノミック形状というか、このでボタンとかもね、ここね、ちょっと分かりますかね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、このね段差がついてるんですよ。このレッグボタンとかはちょっと盛り上がってて、で ISO ボタンとかこの露出補正のプラスマイナスボタンとかもあるんですけど、ここ段差があるんですよ。だからこう例えば暗闇とかで結構明るくない、この周りがね、どこやったっけなというのが見なくても分かるというか、あ、指の感覚だけどね、レッグやなとか、ここやったら ISO やな、だそういうところでめっちゃ助かるんですよね。これはスペック表には書いてないところなんですけど、実際触ってみるとものすごいありがたいですね。段差がついてると、ここはフラットやとやっぱ分かりにくかった。あと僕はもうニコンに慣れてるからですね、これでもう電源つくんですよ。ここでオフオンみたいな、でも持ちながらでもこれで持っていても、じゃあ移動しますね、はい、もう切って移動して、まあセッティングしてパンみたいな、はい撮影スタートみたいなこと、この辺で人差し指でチャッとできちゃうみたいなところはかなり良かった、いいポイントだと思いますね。でもちろんこう海面ですね、まあ、このような形になっておりまして、でもちろんここでも覗けます。日中太陽光が強い時とかやったらちゃんとここに覗けて、でこのビュー電子ビューファインダーの見え方もかなりなかなか綺麗なんですよ。覗くこともできる。これがねやっぱないとね、これ液晶画面だけやったらやっぱ見えへんとかあるんで、だからでっかいモニター持ってきてっていうのもやるんですけど、なくても覗けばええやんっていうのはあるんですね。あとバリアングル液晶にも文字になってますので、例えばこのような感じでやった時ってこれ見えないじゃないですか。こうになってしまうんですよ。そうですね。だからもちろんですけどこうなるわけです。こうなるからこう、ね、
こういうふうにしてカメラも見えるでしょ、こうやってでこうやったら映ってるものがこう分かるわけですから、こういうふうにしてちょっとこう傾けられたとか、それでこれは嬉しい機能ですね。うん、ただこれをするとこのやっぱり出ちゃう、ガチャってこう出ちゃうんで、これ防塵防滴性能がこの状態の時は犠牲になっちゃうんで、雨の中とかは使う時はもし注意っていうのをニコン様がおっしゃっておられましたので、その辺はちょっとまあそんなことないと思うんですけどね、雨降ってる時はそんなことしてはいけないのは当たり前なんですけども、こういうふうに動くっていうのは非常に便利ですね。もちろんこうやってちょっといいですよね、こういうことする時もあるじゃないですか、その時もこうすれば当たり前ですけど見れますねと、こうやって実際これもやったんですけどね、今回撮影でこういうふうにしたら見えるでしょ。でこれ長時間 このままちょっとキープねみたいな時もあったりするんですけど、こうやって写真にやったらピッて撮ったらもう終わりなんですけど、このままちょっと30秒とかキープみたいな、で使えるとこ使おうかっていう時でもちょっとまあ頑張って支える必要はあるんですけども、全然撮れちゃうよねみたいな、うん、バリアングルはこういう時に生かされるわけですね。なかなかバッテリーはちょっと Z7 とかあのバッテリーグリップ一体型使ってこなかった方はあれるかもしれないですけど、こんな感じです。それで全部ですか。そうっす。へえ、これをスコーンと差し込んでガチャッといけますね。そこだけしか入らないんですか、バッテリー。そうそう、ここもここだけです。これバッテリー室なのね、ここで、まあそうですね、あとメモリーカードソフトとかこれもね、ここ僕結構好きです。あの命の次に大事なメモリーカードね、 CA エクスペリスを入れるとこなんですけど、ここちょっとクッこうギュッと引っ張ってポンってやったら入るわけです。で閉まったらロックされるんで、こここうガーンってこうなんかこのロック機構があるから、あの不意にポンって開くことはないと。結構これ開く機種はあるんですけど、基本すごい嫌だったんですけど、ちょっとここ気持ちロックしてくれることによってすごい安心やなっていうのは結構細かいところなんですけど、ね、ありますね。でもちろん動画やったら絶対必要なこういう端子系なんですけど、はいはい、写真やってる方はここあんま開けない人もいるとは思うんですけど、大事な大事な、まあ外部モニターに出す時もあるでしょうと。 HDMI はあら嬉しい、大きいな、A タイプですね、うん、ミニとかマイクロとかじゃない、でかいタイプ、うん、なので、まあ、例えばライブ配信なんかにもでかいタイプね、使いやすいですよね。いろいろ種類がありますね。でマイク端子とかもヘッドホン端子もイヤホン端子もあります。ランケーブルでもさせますっていう端子、ね、下の USB-C は何に使うんですか。これね、あのデータ転送もできるんですが、電源供給が出る。V マウント、さっき見せた V マウントバッテリーから USB-C でここに給電することができるので、大型バッテリーを使うことができます。うーん、で外してもこいつ動くから、このここでね、ここから減ったらまた刺すみたいなことができる、 USB-C 給電に対応したというのは嬉しいですね。なるほど、充電もできますね。すごいでしょ。マウントはマウントマウントはZマウントですね。でね、ちょっと、ああ、ちょっと設定してへんかった。ちょっと待ってね。今やるとできるかな。あ、シャッターシール。これね、すごいんですよ。ちょっと待って、ちょっと一瞬待ってくださいね。ちょっと僕、しゃべりながら言ってますね。ちょっとメニュー設定、ちょっと今日、設定してたんですけど。はいはいはい。レンズ外すと、ホコリ入るじゃないですか。入りますね。これね、防御できるんですよ。シールドがあるんですよ。ちょっと待ってくださいね、一瞬。どういうこと？シールド？ね、あったあった。電源オフ時のセンサーシールドを閉じるっていう設定があるんですよ。ちょっとごめん、見にくいですよ。見えるかな？見えないね。ごめんね。電源シールドのオフのセンサーシールドを閉じるにしました。電源オフ時にセンサーシールドを閉じます。電源をオフにしました。よし、レンズを変えるぞ。でも、外でレンズを変えるとセンサーにホコリがつくから怖いな。うおー！閉じてる！ああ、ゴミの混入を、まあ、100% じゃないかもしれないですけど、かなりこれ安心でしょ。なんか前むき出しでしたもんね。むき出しやとやっぱね、これフルサイズのカメラなのででかいんですよ、センサー自体がね、うん、なのでそこにやっぱり付着するとやっぱり映像映るんで、うん、やっぱこれはよろしくないわけです、当たり前ですけど。でもやっぱりもちろんこうやってね、これ入らないようにするにしても、ここが
電源保持に閉じてくれるというのは非常に嬉しいです。うん、よくレンズ交換でやっぱりするんでね、そういう外とか中とかあの部屋の中とかでね、やっぱりホコリって結構舞ってるんで、これは非常に嬉しい。なるほど。私があればさ、防御力が非常に高いわけです。で、防塵防滴設定にもやっぱり写真、特にドキュメンタリーフォトグラファーとかね、報道カメラマンの方とか結構雨、小雨とか何でしょう、埃が舞いやすいところが防塵防滴性能というのはかなり重要視しますので、そういう設計もだからこうファンがないんですよ。電源熱逃がすファンがないんですよ。ファンがないってことはじゃあ動画でやったら熱持つんやろとか思うかもしれないですけど、持たない。うまいことボディ全体から熱を逃がしてるんですって。なんですかその技術は、みたいな。なのでその小雨とかそんな多少のほこりなのにビクともしねえみたいな。ほら安心でしょ。明日の現場大変やからカメラ壊れたらどうしようとか、もちろん落としたりとかしてダメですよ。ダメですけども、そういったドキュメンタリーフォトグラファーとか報道カメラマンの方、特にね、過酷な現場に行ってそれでもやっぱりちゃんと撮らなきゃいけないんだっていう、ミュージックビデオやったとしても結構ね、過酷な現場もあるわけですよ。すげえとこで撮るなとか、セット自体がすげえとか、山の中行くんですかとか、いろいろあるわけですよ。そんな時でも安心して使えるというのが Z9 のメリット。しかもさっきも言いましたけど、プロレゾの内部収録できます。 HQ 画質ちょっとね、まだロー対応してないんですけど、まあ、今後動画としてのローね、私はローで吐き出したりとか。あ、それは、アップデートできるってことですか。アップデート予定です。予定ですがまだ情報は来てないですが、私はそれも楽しみにしています。はい、現状そういうプロレスが中で撮れる。美しいですね。私これ私このね、ニコン好きな人は分かってくれると思うんですけど、キャノン好きでも分かってくれるから、この形が好き。これフラグシップの証や、これを持ってたらプロだみたいな。私がまだプロじゃなかった時でも憧れた。うん、だからこの下の部分がない状態で買ったカメラにこのバッテリーグリップだけつける、バッテリーが2個入るとか、その大してぶちゃけ大して変わらないんですけど、縦位置でこうね、こうダイヤルあるとかね、あるんですけども、この形にしたら。で、僕はドキュメンタリーカメラマンとかやってた時もこの形のフラッグシップ2個さん使ってたんですけど、とても所有欲満たされるので現場に行きたくなってくる。俺の写真を見てくれもうありますけど、心のどこかではこれを見てくれみたいな、すごいだろみたいな、俺のカメラはすごいだろ、こういう気持ちを分かってくれる方は、カメラマンの方分かってくれるって言ったらいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう多面でも非常に所有欲を満たされる。まあ、そのカバンはグッチですというのと一緒だと思います、多分ですけど。はいはい、ちょっとじゃあこれスライドちょっとずれてますけど、はい、次その下3番目ですね。撮影での様子を聞かせてくださいということですね。そうですね、これがやっぱりここの今回の見そうだと思うので、 Z9 を使って MV の撮影現場です、現場の様子を撮影をお伝えする、現場の様子を撮影したのをお伝えしますということでですね、実際どんな現場で使ったのか、 Z9 を使いましたということで、どんな風に使っているのか見てみましょう。レトロな感じにしたいっていう、今回サルノメというバンドのシャバニサラバという曲があるんですけど、すでにリリースされてるんですよ。音源はすでにリリースされてるんですが、それに映像化したいというご依頼を受けて今回ちょっと撮ってきた、神戸の何タウンでしたっけ、なんかあるんですよ、そういうレトロな地区、兵庫県神戸市の兵庫区にあるんですけど、そういったところでこう、まあ、カフェ、喫茶店の中とか、まあ、商店街の中とか、なんとかいい意味で昭和感があるようなロケーションを選んで、そこでこう90年代とか80年代とかちょっと懐かしい、私の世代からすると懐かしいテイストのプロモーションミュージックビデオにしてほしいというご依頼を受けたので、まあこういう場所でこういった、ちょっとこれなかなかね撮影しながらなんで、なかなかねこういった写真とか撮るチャンスはないんですけど、まあできる限り撮ってきましたというところで、ここにメンバーの方座っていただいて撮ったりとか、ちょっといろいろ写真流してもらえると。でこれはどうで、まあこれはまあちょっと機材の話になっちゃうんですけども、カメラに今 V マウントのバッテリーから給電、そしてこのモニターには、まあモニターはね自分が見るのもあれなんですけど、これ逆とか向けたりしてメンバーの方に見てもらったりするのを使いますね、このモニターに。でプラスまあもちろんバックアップでも一応回してます。はい、
前から見るとこんな感じですね。これ20ミリの単焦点つけてますね。でリグ組んでモニターと V マウントで動かすと。でマイクは今回 MV なので特に必要がないので、この内部のカメラのマイクで、スピーカーの音拾って、あそれでも十分というところでやっています。 音に関してはあんま気にする必要はないので、あそういう意味では MV は 楽というか音に気を使わなくていいっていうところはありますね。中華料理屋さんに入りまして中華料理を食べてるところを撮る。あ食べてるところ撮ってるんですね。食べてるところ撮ってます。でちょっと今セッティング中で私休憩、私このあのどれ、あ私が食べたもう皿はもうないです。私チャーハンをこの食べたんです。チャーハンを、そうですね3分で食べまして、あとはもう撮影集中というところで、で彼があのあれですね、松尾先生ですね。松尾さんはね、松尾先生はあの編集がもちろん本職なんですけど、カメラを回すことができる編集なんです。結構貴重ですよ。なのであのサブカメラとして回してください。で私メインカメラ、あの松尾先生サブカメラで2台カメラの体制、アシスタントはいませんという、過酷ですね、アシスタントはいないという現場でねやっていただいたんですけど、設定チェックとかね記載とか、ね、三脚は三脚これですね。三脚に乗せていた時、あ三脚に乗せたりとかもいろいろあります。でこういうふうにね、ちょっと今これ松尾先生映ってますけど、あのメンバーの方がこの位置に座ったらどういう風になるかなみたいな技術的なチェックを今しています。こういう感じですね、まあ、だからこの時はリグ外してるわけですよ。あちょっとこの場所まで行くのにかなりあの荷物をちょっと厳選しなきゃいけなかったんで、あのもうこの時はあの三脚と、そうですね、ジンバルとカメラと カメラとバッテリーと、レンズがありゃいい、適材適所で結構カメラあのちょっと機材遠くに遠く場所が遠かったんで置いといてとかいろいろ工夫してやりました。でカメラとレンズだけでも全然撮れちゃうよっていうところですね。私ですね、まあ、三脚も据えて飛んだまま楽勝なんですけども、こんな感じでやったりとかしてましたね。アメンバーの方を映ってこういう感じでございますね。でこの時ねバリアングル液晶がねこう何て言うの、こっちに向いたらいいんですよね、こっち画面ね。それができないです。あそれはちょっとしてほしいなっていうのは改善点というかはありますから、ね、まあ、あの強度の問題とか多分あると思うんですけど、ちょっとモニターを持ってこの時はいけなかったので、あのこうできなかったんでちょっと見づらかったなっていうのはちょっと反省点ではございましたね。こんな感じ でこれ分かりますかね、このメインにフォーカスしてるでしょ、フォーカスずっと行くんですよ、これ。でこれもやっぱりこうそれぞれのパートをこのお三方が歌われるわけなんですけど、例えばね、でこの人歌うこの人歌うっていう時もあるんです。その時にねピンをそれぞれ合わす必要あるじゃないですか。やっぱりメイン映ってるこの人が合ってるこの人だってそれぞれ距離感違うんで、ね、これどうしたかって言ったらピッピッって押したら合うんですこの位置は一番奥の人、真ん中の人、手前の人とかこうやらなきゃいけない。普通はこうやってピッてピッて合うんです。でその合い方もウィーンってちょっと遅めに合うか早く合うかとか選べるんです。だからまあこれでいいのかって先ほどのキャメラマンの方からしたら、けしからんとちゃんとやれと、いやでもできてるみたいな、ピンと合ってほしい時に常に合ってると、これは少人数の撮影とかでも効果を発揮しますよね。全部が全部正しいって言ってるわけじゃないですが、非常に精度が高いというところでございました。はい、AF と書いてませんかね。はい、AF を使いましたよという証拠でございます。あ、これ面白い。ミナエンタンっていう。結構面白かったですよ。普通にプライベートでもね、遊びに行ったら、まあ、レトロというか、ノスタルジーを感じるというか。で若い方、ね、20代とか10代の方が行っても、あなんか昭和ってこんなんやったんかなみたいな、疑似体験的なのができるような、非常に面白い。ところでございました、はい、見ないで。これはあ皆さん大好きジンバルを使って、私これね後ずさりですね、後ずさりって言うんですか、これ交代、後ろに歩きながらこうこの女性の方が 歌いながらこっちに来るのをこう交代していくっていう感じなんですけど、まあ、ジンバルの、まあ、手ブレ補正とでこのカメラ手ブレ補正めっちゃ効くんですよ、かなり効くので両方合わさってこれめちゃくちゃ綺麗に撮れたんですよ素材。ちょっとこうカコンカコンってなったりとかなんかするんかなって思ったけど、全然もう何の編集とかで何もいじってないです。ちなみにこの MV は絶賛編集中なので今月中には
リリースというか公開できると思います。YouTube で。じゃあ公開されたらこの YouTube チャンネルにもリンク載せてもいいってことですか。まあまたそれの解説やってもいいかもしれません。この時はこんな風になったんですよっていうのが一番分かりやすいと思うので、今回はちょっとまだ完成してないので、編集中、絶賛編集中なので、とりあえず最初の情報としてこんな風にやりますところで。ただね、こうやって、DJI の RS2 とか使ってる方多いと思うんですけど、ビグとかこうガタガタつけるとやっぱりバランス的にはちょっと取れなかったですね、私がやったところ。だからその時はもうリグとか全部外してカメラとレンズだけやったらバランス取れました。あ、そんなでかいのにそれでもバランス取れるんですね。取れましたね。でもちょっとギリかな、この素の状態では。なんでやっぱここの高いからね、なかなかそうなってくると厳しくなってくるんですけど、この状態やったらこれ2470の F2.8 っていう Z レンズをつけた状態であれば全然いけます。まあ迷ってる方いたらご参考まで全然撮れますっていう。でこれがね、これがまた完成品ぜひ見せながら解説またできたらなと思うんですけど、私の今までのそのオートフォーカスだとかマニュアルフォーカスだという概念をやはり一変させたというか、すごいのはもちろん分かってたんですけど、ですね、例えば僕はオートフォーカスとマニュアルフォーカスは今の、基本的に分けて、オートフォーカス行くときはジンバルとかオートフォーカスで、マニュアルフォーカスの時はわざとマニュアルフォーカスするとかやってたんですけど、今回ハイブリッドというか、例えばオートフォーカスで基本オートフォーカスにしといて、コンテニアスってものがあるんですけど、コンテニアスにしといて、この AF オンボタンを押したら選択されたところにフォーカスが合うっていうモードがあるんですよ。それでやると、わざと例えばわざとぼかしてないですか、あとぼかしていいタイミングでピッて押したらホワッて合う、このシュッて合うのかホワーッと合うのかっていうのはレベル選べるんですよ。でそこでね、思った通りのことができたので、ちょっとっていうのはしてないです。その分画角とかに集中できたから、非常に楽だったという表現は良くないのかもしれませんが、快適に撮影ができた。ほんでなので非常にこのメンバーの方がこうね、残り合計このバンド4人いらっしゃるんですけど、あと3名の方ステージに上がってこられてわーってやったり、今回のミュージックビデオの最後を飾るというか一番盛り上がるところですよね。すごくいい素材が取れたのですごい安心しました。ちょっと言い忘れましたが、先ほどのジンバルの場面、あれもフォーカス何もしてないです。ずっと合うんで、目にビビビって言ってるから、距離感は保ってますけど、多少こうあるじゃないですか、ちょっとこういったりとかこう何も関係ない。私は頑張って後で撮影するだけです、以上みたいな、撮れてるっていう、ちょっとね、今までの概念ではなかなかなかったので、これちょっと素材をメンバーの方に見せさせていただいて、こんな感じで撮れたから次の編集の時にこういう風にやろうねみたいなイメージを共有してね、非常にいい写真ですねこれね。だからやっぱりもちろん絵コンテ作ってやっていくのは基本なんですけど、やっぱり現場でしか生まれない盛り上がりもあるので、ちょっと待って、この絵撮らない、この絵撮ってみない、こうつながるんじゃないっていうのをこう試行錯誤しながらこうやって映像を作っていくっていう、ね、とても面白いですね。これですね、あずま一例なんですけど、いろんなやつあるんですけど、AFF っていうのが常にもう合わしといてみたい。ジンバルの時とかもこんなんでいいんですけど、AFC っていうのにしてわざとぼかしてやったりとかね。で S は S はね、シングルなんで、生物とか、生物っていうのは動かんものね、動かんものとかに合わすときに、より精度高く合いやすいみたいな。動画であんま使わないと思いますね。基本的には AFC か AFF、基本 AFF で全然いけるんですけど、いろいろちょっとハイブリッド的な、マニュアルフォーカス、オートフォーカス、ハイブリッド的なことをやりたかったら AFC でやってみるといいかなと。で、オートフォーカスエリアモード、ワイドエリアとかもいろいろ選べるんですけど、ちょっとちっちゃい、ちょっと大きいとか。で、オートフォーカスの被写体検出設定、これあるでしょ。オートがあるんですよ。オートがあるし、でもやっぱりこの人物やったら人物にした方がやっぱ合いやすいです。精度は高くなる。で、なんか動物代表が猫マークなんですけど、犬は合わないのかって、犬は合います。鹿でも多分合います。動物なのか、車というか、物なのか。で、より精度高く。分からんは全部取らなあかんのやったら、オートにしときゃいいし。
精度はちょっとやっぱやってみたら人撮る人やっぱりミュージックビデオは基本人撮るんで人に合わせときゃ精度は全然良かったかなって思いましたね。で FF そうですねいろいろこうエリアモードとか適材シーンによってはちょっと結構設定はねまあ自分の勉強のためもあったんですけどかなり変えてやってみたんですが何よりも大事なのが、まあ、こんなことをオートは追従感度とかね変えれるんですが 何言いたいかというと自分が思った通りの素材が取れてたら OK それがマニュアルでやれるのかオートでいけるのかっていうでも昔はオートでいけなかったから頑張ってやってたんだけどもいけるようになったっていう話です。ちょっとこれがほんまに今までの概念を覆されたので、なので非常に参考にしていただければなと。ちなみに私は過去にもねこの現象に遭遇してるんですよ。私は動画からこの世界に入ったんですね。もうマニュアル保護しかないわけですよ。で初めて動画をやってから写真機を買ったんです。こう一眼ので昔ね、AF オートフォーカスボタンってついてる。何やこれはと。プロをバカにしちゃいけないみたいな。こんなものに俺の方が合うんだって合わないんですよ。やばい、なんで、で写真をね、こうプリントアウトしてね、昔ね、見てたらね、おでねんのがある。どういうことやと思って、この変なボタンを押したらね、それ以来、写真っていうのは AF でやるもんだみたいな。もちろん合わないときはマニュアルフォーカスね、やったりするんです。基本はもう AF でまま撮っていけみたいな、ドキュメンタリーの世界。ただ、これ、それのまあ動画版をまさにその時の気持ちですよ。これでいけるなっていう。ぐらい信頼感があるという話でした。これはなので素材見てて本当にね敏感とかその音が追従感度ですね鈍感とか敏感とかは早く会えばいいってもんじゃない時もありますよね。ちょっとわざと遅く行ってほしいシュッと会ってほしいってことも敏感にすればいいですっていうのが細かく選べます。これはよう考えたなと思いますね。これはシーンによっても私はこの設定で今回の鳥の一番盛り上がる部分のところは撮ったんですけど、ね、これあくまで参考値で非常に良かったです。 ISO 感度設定これもね ISO 感度オートが選べるんですよ。なんでこのなんでしょうね明るいところが暗いところに行ったりとかもう追いかけきれへんわっていう時にはオート ISO 感度はオートにするっていうのも全然いけてる。全部が全部じゃないですけどね。非常にやりやすいですね。やっぱりオートに頼っていい時はでこれちょっとね素材を編集してるんですけど和気あいあいとほんま楽しくやらせていただいて全部の素材がかっこよく撮れてるんでどれ使うみたいな感じです。ちょっと待ってくれよ、どれもなんか、ヒント合ってへんやんけとか、そんなことないですよ。そんなことないけど、合ってへんとか、なんか、うまく取れてないからブレてるとか、大丈夫。全部いけるから。それは、Z9 のほか。僕は、今度回しもんでもなんでもないですよ。なんでもないけど、本当に良かったって話です。もうこれですよ。松尾先生が編集してて、僕もちょっとたまに口を出すんですけど、この人の方がいいんじゃない、この人はちょっと繋がりやすいんじゃない、それくらい、ちょっとこうはやってるんですよ、心の中でもこう。いやー、よかった、嬉しい、仕事ができたぞ、いい仕事ができた、喜んでいただけた、やった。はい、はい、というわけで、一言で語ってください。まとめ、はい、ニコンの Z9。もちろんね、一言でごめん、ね、動画クリエイターになりたい方、目指したい方、ニコン Z9 いいよ、使ってみてください。ぜひ困った時は動画作るに相談だ。あと、ね、レンズいいんですよ、レンズがもうめっちゃ綺麗、やっぱ綺麗、もう気持ちいい。ただ今回ね、ごめんなさいね、ほんまにすいません、ニコンさん的にはすいませんなかもしれないですけど、わざと画質を落とすというか、あの昭和チックにするんで、いい意味で解像感を落とす必要がある。だから技術って難しいところで、バキバキに改造してるっていう PV やっぱ多い、ミュージックビデオ多いんで、だって面白くないし、だってわざとこう落とすというか、昔の画質的にすることによって若い方にはあ今なんか新しい、かつ僕ら、まあ、中身の世代、僕らみたいな世代にはノスタルジーを感じるような、だから綺麗やからいいってもんじゃないというか、その
いうんでちょっと難しいところがあるんですけども、ちょっと今回の PV に関しては MV に関してはそんな感じ で、もちろん全部が全部じゃなくて、あの改造感を生かしたバキバキのっていうのもあったりとかするので、本当にただあの綺麗に素材が取れていればどうのようにもできたりはするので、非常に安心して使わせていただけるかなというところでございました。ありがとうございます。はい、動画作るではですね、どの情報が正しいかわからない、そもそも機材の種類 も多すぎて何を選べばいいかわからない、情報が溢れすぎててね、よくわからないんだ、何が正しいんだっていうね、ご意見いただくので、多くの初心者の方々のお悩みを解決させていただいております。はい、困ったらお話しください。作りたいものを作れるように一緒にお手伝いさせていただきますと。はあ、もう時間が足りませんね。もっと喋れますね。もうご飯とか食べながらもう ずっとこうもっと喋りたいんですけども、まあまあまあ一個ずつ、ね、はい、視聴者質問コーナーさん、はい、もしありましたらどんどん質問してくださいね。質問あるかな。なかなかこれはね、かなり初心者向けじゃないじゃないか、そもそもこれがっていうのがあると思うんですけど、だこういうものが世の中にあるんだよというところも含めて、今までできなかったことができるんだっていうところがどん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 活用していくべきだと思いますね。もちろんスマホでやってる方とかもいらっしゃるんで、それはそれでいいと思うんですけど、スマホとはまた違う世界を体験してみたい。絵が撮れますよ、ほんまに。全然撮れるみたいな。余裕っすわ、みたいな。だからそういった撮影の、まあ、ストレスというか、大変やなっていうところを、まあ、承認制とか、まあ、制約が、ね、あったりとかするんですけど、そんな時でも信頼できる道具で撮れば、しっかりとしたそうやる。はい。はい。はい、どうぞ。はい、はい、これはちょっとお答えしにくいことかもしれません。はい、どうぞ。何でもいいですよ。ニコン Z9 を使ってて、うん、これちょっとあれだな、ちょっとあかん、あかんって言ったらちょっと物足りなかったな、もうちょっと改善してほしいなって思った点はございますか。なんかね、いやほんま細かいところなんですけど、ホワイトバランスボタンこの辺にあってほしかったんですよね。あ、ちょっとここのレイアウトがちょっと変わってたりするんで、でも写真ね、スポーツカメラマンの方とか報道カメラマンの方がやっぱ使われるんで、その写真家の方向けのレイアウト的なのもあると思うんですけど、なんかホワイトバランスはこの辺にあってほしかったみたいなところ、ちょっとよくやっぱ現場で変えるんで、ローやったらあんま気にしないって言ったら語弊があるんですけど、やっぱこうローでは撮ってない、ね、今回は、ね、うん、なのでそういったところでは、ちょっとボタンのレイアウト配置はもまあ、もう難しいですよね。動画読みしたら写真家様からやっぱり、まあまあそうですね、なんでやってなるどっちも叶えるのはまあ難しいかなと。あとはね、そうですね、これはもう私が言うことではないんですが、やっぱ女性からすると重いという、まあでかいですもんね、そこはね。ただこれはもう僕がこうグッとこういうのに慣れてるからっていうのはあるんですけど、また別の MV ではあれなんですよ、結構手持ちを生かした MV もあるんですよね。なんていうか、このブレ感がいいという かといってこんなブレてたらダメなんですけど、手持ちでガッていったとしても全然いけるっていうぐらい、その逆にこう安定するんですよね、この方が。でこういう風にしてやればかなりそのいい意味でのブレがある映像っていうのも非常にコントロールがしやすいっていう形はしてるのかなと思います。はい、はい、はい、質問が来ました。ありがとうございます。マーサーシクゲさんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。PV の撮影時はどのレンズを使われましたか。うん、あ、はい、ですね、まあ、基本的にやっぱりよく使うのは 2470F2.8 Z レンズ、これがもう基本ですわ。あとね、多用するのは70-200の F2.8、 やはりやっぱ 2.8 F4 も選択肢あるんですけど、やっぱ 2.8 の安心感、もう解像度がめげつないほどいいんで、もうだから70-200なんかもあれはね、僕の中で動く単焦点ですね。ズームができる単焦点で、やっぱりの 2470F2.8、 まあ基本的なねレンズあると思うんですけど、非常に良かった。あとはやっぱり 24mm よりもちょっと引きたいなっていう、ちょっと狭いところの撮影とかは 20mm の F1.8 を対応しました。だからこの3つを基本使いました。ちなみに明日はまた撮影が違う MV の撮影があるんですが、それにプラスして14-30 やったかな、 14mm のやつですね、 14mm スタートのズームレンズをちょっと使うと、ちょっとごめんなさい、ちゃんと伝えますね。これちょっと私も使うの初めてなんですけど、仕事の現場では
14ミリスタートのやつがあるんですよ。14、30やってた。あ、あったあった。14、ちょっと待ってね。向こう Z10、いっぱいある。1424F2.8 ですね。すみません、失礼しました。1424F2.8 も明日は使う予定でございます。こんだけあれば、なんでも取れる。なんでも取れるという語弊があるけど、基本的なものはかなり抑えていける。でもちろんもっといろいろ単焦点をという選択肢もあるんですけど、今のところの際は結構少人数制でね、撮影したりとかしているので、やはりこのやっぱズームレンズ系を多用はしていると。まあ、こうしてくださいこうしてくださいっていう結構そのクライアントからのご要望もあるので、はい、まさしく上さんからありがとうございます。2420F4 が気になっているのですが、あ、でもいいと思いますよ。やっぱりね、70が足りない。2470の 70mm ではちょっともっと望遠したい、うん、足りないなっていう時に120でも F4 になっちゃう。だからここはほんまに好みの世界で、ね、それで動画撮影ならズームレンズの方がやはり良いでしょうか。あのね、これは単焦点でやっていきましょうっていうのも正しい、どっちも正しいというか、ただ実際仕事だとどうなるか分かんないっていうことがやっぱあるんですよね。で、あのロケーションハンティングの時間もない、まあ、予算もない、例えばね、うん、そんな時になってきた時にこういう絵が欲しいってやっぱこういい意味でね、要望が来る。その時にこの位置からこれやみたいなのは取れるっていう、かつ綺麗に撮れてるので、まずはまあその基本的なところのズームレンズ系から抑えていけば基本的に撮れないですっていうのはないんじゃないですか。そこからまあやっぱ 20mm の F1.8 を使ったように、よりやっぱりね、何でしょう、明るいレンズの、例えば単焦点ならではのその解像感と歪みの少なさであるとかっていうのを付け足していけばいいかなと思います。ありがとうございます。 2420F4 はすごい選択肢としてはいいと思います。全然、もうこんな時間だ。危ない危ない。じゃあもっとずっと喋りたいですね。だから ISO 感度をどこまで上げるかって、僕は6400ぐらいまで上げても全然いけないんで、1万2800でも全然いけるんじゃないのって、その辺の上限がどこまでっていうのはね、使える使えないっていうのはあると思うんで、はい、それでは皆さん質問ありがとうございました。いや、いいですよ。 Z レンズいいですよ。素晴らしい。はい、では最後はもうお知らせで終わりますかね。はい、動画作ったお知らせのお時間となってまいりましたが、はい、ありがとうございます。動画作るのオンラインストアということで、オンラインストアがございますので、また商品の方もね、もうすごく増えてきておりますので、ぜひ見て買ってみてください。ヤフー店も始めました。動画作るヤフー店で検索していたら、ヤフーバージョンが、ヤフー店バージョンが出てきますので、そちらもぜひご覧ください。ありがとうございます。あと、どうしても Amazon で買うというときは、なんか見てほしいですね。Amazon さんとこのオンラインストアとヤフーでやってます。どうしても Amazon 買うときなんか、よろしくお願いします。分からない方は聞いてくださいね。直接お店に、店の販売もやってます。はい、もう何でも、はい、売りますねっていう感じですので、はい、大丈夫です。はい、はい、動画のスクール授業の方もやっております。はい、スクールですね。動画の作り方を覚えたいと。動画は大きく分けて3つの項目があります。制作、撮影、編集と。すべてを学んでいただくこともできますし、このポイント、このポイント、このポイントっていうところで学んでいただくこともできますので、ぜひご自分の、ね、状況とレベルに合わせて選んでいただければな。でも撮影コースの担当は私です。ずっとこんな風にしたらいいんじゃないかっていうね。実際の現場の経験も混ぜてお教えていただきます。で、松尾さん、編集コースなんですね。なんでですね、もっと気軽にね、もう iPhone でとりあえずいいんだと、iPhone で、まず学んでいきたいという方向けに、こちらは、オンライン限定ではあるんですが、iPhone だけで OK、初心者から始まるスマホ動画入門講座というのもやっておりますので、ぜひご検討ください。動画スクールの、ショールームですね、お店の方がございます、店舗ですね、こういうふうに、こういうカメラとかね、いろいろ試すことができますので、そして木曜日ですね、話す方。映像はないんですが、まあ、いい意味で井戸端会議的なことをいろいろ動画の関して作品のこととか機材のこととかね、いろんな動画方面のことをディスカッションして、そしてここが、放送中にガス相談を受け YouTube ライブということで動画の疑問にお答えするチャンネルを、基本的に毎週金曜日、夜7時から8時この時間帯です。コメントいただきました。まさしく上さん、
ありがとうございます。参考になりました。とぜひご参考ください。いうことです。いやレンズは悩みますね。でもレンズで悩むってなんか幸せですよね。どれにしようかなみたいな。こう見てるだけで幸せになりますよね。これどれがいいの。これからはね、あの Z マウントが主流になっていくのかなというところもあるので、非常に楽しみですね。感動を犯す。そうです。それではご視聴ありがとうございました。良い週末を。私は明日、ミュージックビデオ新作の撮影を頑張ってまいります。ありがとうございます。